にちは、チャチャです。では今回はボルボロスに挑戦していこうと思います。私の一番得意な弓で頑張っていきたいです。ブレイブスタイル、とりあえず武士道スタイルかな。甘えていきます。久しぶりだな、ボルボロス。私はトライジ以来ですね。 P3 以来の方も結構いるのかな。モンハン4からモンハン入ったっていう方も結構いらっしゃるみたいなんで、初めてっていう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないですね。睡眠瓶がある。 OK、 弓のタイプは間違いない。結構いろいろ持ってますね。なんとかなりそう。これは肉質はあんまり覚えてないんですが、確か腕が弱かった気がします。腕と尻尾な気がします。ただドローンをまとってる時はなんか全体的にどこもあんまり効かなかったような気もするので、爆弾で剥がしていかないといけないですかね。確か最初潜ってるはずなんだけど。いた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 、いました。スイーン。あ、今の妄想じゃなかった。はい、武士道員。あ、やばいやばい、ターゲットターゲットターゲットカメラ失敗。結構ね、弓はね得意なんですが、普段ね競争役グレードガブ飲みスタイルなんで、あんまりねスタミナ管理がうまくありません。まあ、これを機にちょっと練習していきたいなと思います。おいでおいで、こっちおいで、こっちおいで。とりあえず寝かして爆弾したいですね。水爆ナイスー。あ、寝た寝た。じゃあ早速オータル爆弾ですね。これとあともう一個普通の起こしたこれはあかんねん。特瓶させて、しょうがないですね。おお、武士道院。なんか競争薬の笛とか吹いてくんないかな。よっ、猫ちゃんたち。いやー、起こすのは先般だわー。ウォータル爆弾2個分損したってことですからね。睡眠爆破だと爆弾の威力が3倍になるので、まあ爆弾の威力っていうか最初に武士道院入った、ダメージが3倍になるからもったいないですね。危ない危ない危ない。競争効果切れた。早い早い。こんなもんでしたっけ。もっとなんか長かった気がするんですけど、こんなもんか。挑発の技なんだそれは。お、猫の方に行きますねと思ったら泥だと思ったら泥だ。よし、麻痺にしてしまいましょう。にょ、泥ついちゃったな。によっよっよっ。つくよみに結構いってますね、ターゲットが。よっと、胴体もなかなか弱かった気がします。弱毒は発生しないけど、そこれ今どんなスキルを持ってるか見てなかったのよっ。スタミナがないですね。てか本当につくよみにしか行かない。逆にやりづらいな。おおお、なんだ移動か。あー、私のしびれわらちゃん、悲しみが深い。またタイムがひどいことになりそうだ。
さあさあさあ、まあ言うて一番最初だからね、一番最初だからどんなタイムでも許されるはずだよ。前回もそうなんですけど、体験場はね、結構やり込んで、最終的にタイムアタックしてたんですよね。よいしょ。よっ。オッケーオッケー、もうちょっとかな、まだかな、無事どい。まあ言うて中級だから、そんなに、体力はないと思うんですが。よっと。活力ツボ。放送薬吹いて。これね、絶対タイムアタックするとき、いかに猫が、競争薬の笛を吹くかね、勝敗決まってきそうですよね。ほんとに。運ゲーになりそう。来るかな、ハマってくれるかな。お、ポカメか。せっかくなんで爆弾置いて。これ頭外れるんですよね。頭外れて、それが入れ歯って言われてたんですけど。よいしょ。お、あんまり頭打ってなんか外れなさそうだな。ほい、危ない危ない、スタミナが足りなかったもんね。よっ、スタミナが足りなくて方向が避けれなさそうだったから、ひるんでくれて助かりました。危ない。よいしょい遠い遠い遠い。泥つきに来ましたね。多分そろそろだと思うんですけど。ほい。お疲れ様です。5分張り。なってたな。クエストクリア。お疲れ様でした。ね、空洞ね。さあ何分だ。オープン46秒。ゼロ針目指しまーす。行くぞー。よいしょ。先行のまま使わないかな。先行玉でその場で足止めして、くるくる回ってもらってるうちに、バンバン尻尾とか腕に、入れていくとタイムも縮まりそうですけど。一応さっき水爆が失敗してたから、今回水爆入れたらだいぶ、タイムも縮まると思うんですけどね。あと移動も2回したしな。その場で倒せば全然タイムも、違うと思うんですよね。ボルボルスみたいに、地面に潜って移動するタイプのモンスターは。ここだ。よいしょ。オッケー。よいしょ。早い。やってしまった。やっちゃったなー。ほい。とりあえず、あれ？入ってない先行。今の完全に、流し入れが完全に入ったと思ったのに。あ、でも、おざこさんに聞いたのは結構熱いかも。威嚇してはるー。よっ。相変わらず、股に、くぐったらダメージ食らわないのも変わらないですね。オータル爆弾。危ない危ない危ない。来る前に来る前に。来る前に。大丈夫かな？間に合った。よし。毒瓶入れて。面白い。おいしょ。おいしょ。あー、しまった。まさかの火ダメージ。
武士道スタイル使ってダメージ食らうんですか。食らいました。食らいました。よいしょ、よし、よいしょ。とりあえず毒入れましょうかね。でも毒は正解なのかな。ボルボロスタイムアタックとか始めると毒はいらなそうな気もしますね。そんなにヒットポイントも多くないし、マヒナギナイフでも学びようか。うろうろしてはる。よいしょ、1、2、3、もう一回。あ、これやばい。あー、やっちゃった。うぃー、助けて、キッド君助けて。よっしゃ、助かった。いや、これはかなりのロスだね。よいしょ、あれですね、せっかくだから残りの爆弾置いた方が良かったな。麻痺入ってる時はダメージがね 1.1 倍になるんですよ。だから爆弾の方が正解だったかもしれない。まあ、まずお団子状態にならないっていうのが一番の正解ですけどね。よっ、ボルボロスやっぱり楽しいな、可愛いですね。ほい、足に入れちゃった。よっ、あー、ういしょい。あれ、方向範囲外だった。悲しみが深い。よいしょい。本当に競争効果源になりそう。 TA 勢大変だな。ほい、よいしょ、オッケー。いやー、よくひるむ。おお、よくわからない四角動きがほんと苦手です。よいしょ、うろうろするのがね、弓にとったら一番困るんですよ。お、蒸発の技、えへいへへい。これ良さそうですね。ずっと猫の方に行きますから、次の動きが予測しやすいってことですよね。お、もう引っ張ってる。これちょっと早いんじゃないですか、さっきよりは。爆弾一つ余らせてるとはいえ、水爆が決まってるから。どこ行ったら罠置いて爆弾置こうかな。爆弾、爆弾来てくれかな、こっち。よいしょ、来た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 。よいしょ、よいしょ、お疲れ様です。いやー、5針か。クエストクリア、お疲れ様でした。最後までご視聴ありがとうございます。励みになりますので、ぜひ高評価ボタンのポチッとチャンネル登録よろしくお願いします。5分21秒、残念、ゼロハリ頑張ります。